島田敏夫は、日本の政治家。政界入りする前は、地方自治の現場にいて、地方自治の研究をした数少ない人物であり、政界に入ってからは、衆議院議員選挙に9回当選し、農林大臣、衆議院議長等を務めた。郵弁家としても知られた。島根県豪津市出身。旧制山口高等学校卒業。 1900年、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業、雑誌、アケミオード及び、実業持論漁師の編集者となる。1903年、東京シリーに転じ、教育課長、官業課長を歴任。1905年、中国雲南省法制学道講師となる。1907年、帰国。イギリスへの出張を経て1911年。 退官して弁護士を開業。1912年、郷里の島根県軍部区から無所属で、第11回衆議院議員総選挙に立候補し初当選。1913年、立憲声優会に入党。声優会員内総務を務めた後、1928年、声優会幹事長に就任。1931年12月13日。 犬会内閣の法制局長官に就任。1934年に起きた、軍民理官生命問題では、議会の権威擁護に尽力したが、その後は、新軍派となり中島地区平山枝米蔵らと、西友会内の新軍派派閥、中島派を結成した。1936年3月9日、広田内閣の農林大臣に就任。百三十七年二月、 鈴木木三郎声優会総裁の辞任に伴い、中島、前田、鳩山一郎とともに、声優会総裁代行委員に就任。1939年1月5日、平沼内閣の顧問に就任。同年4月30日、島田や前田ら中島派のメンバーは、自派だけで臨時党大会を開き、中島を総裁に選ぶとともに、党役員を発表し、 立憲声優会革新同盟と称した。ここに、声優会は2敗に分裂し、島田、中島、前田らの声優会革新同盟は、立憲声優会革新派と、革新同盟に反対し、久原房之助を総裁に担いだ派と山派と久原派は、立憲声優会政党派と呼ばれるようになった。同年8月30日に発足した、安倍内閣でも、島田は、 平沼内閣から引き続き顧問を務めた。1940年1月16日、与内内閣の農省に就任。政党解消後は、大政翼3会顧問、翼3政治会顧問、衆議院に予算委員長等を歴任し、1944年7月22日、小磯内閣の農省大臣に就任。九1945年、衆議院議長に就任。 大日本政治会顧問も務め、終戦後、日本進歩党の決闘に参加。1946年、公職追放され、翌1947年12月21日、70歳で没した。ありがとうございます。